ああ FEC チューンド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 始まりました。FEC チューンド金曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。ありがとうございます。はい。今日は収録放送でございます。はい。収録日が6月17日月曜日、はい、となっております。まあ、奇数ですね、いわゆる。奇数であり素数。素数。うん。の日ですけど。素数の日の14時2分。14時2分。中途半端な。はい。はい。まあまあ2で割り切れるので。そうですね。はい。偶数中の偶数ですね、14時2分。全部に関係性ないね。6月の6も、17日の7も、うん、14も2も。うん。えげつないっすね。そうっすね。はい。はい、素数ね。ああ、素数だけに。はい、まあ、クソラジオやんなよ、収録だからって。僕らがこんなに疲れてるのはですね、はい、まあ、昨日、おとといと、そうなんです。FEC の、ちょっと、6月、うん、毎年恒例の大きい舞台、うん、お笑い米軍基地が、ありましてですね。ありまして。那覇公演、初日、2日目、はい、無事に終えることができました。終えました。ありがとうございました。ね、聞いてる方にね、うん、ご来場いただいた方もいらっしゃると思いますので、はいはい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、おかげさまで、ほぼ1日目とかもう、うん、ガチで満員でしたね。超満員でしたね。うん、いやでも300何十名 ?55、60名だったっけ。いや、400名以上いるんじゃない。400か、あっちが400ぐらいだったっけ、うん、はい、400ちょいぐらいじゃないかな。いっぱいの中でやらせてもらいましたけども、はい、いやでももう怒涛の2日間でしたね、うん、1日目土曜日の朝に集合して、そっからまあ舞台の準備ですよね、はい、その道具の出しはけの確認だったりとか、リハーサルとか、うん、忘れ物ないかのチェックとかいろいろして、はい、であっという間にもう会場時間になりまして、はい、で新作公演も本当にお客さんの前で初出しのコントたちを披露した後に、やりましたぞ、はい、やりましたぞ、はい、やりましたぞ、なんか新しいキャラ発見しようとしてるこのラジオで。いや違う違う、やりましたぞって俺やってるから、沖縄21世紀ビジョン推進の、うん、あれな、あの、何だったっけ、エネルギーの、うん、エネルギーの博士、俺エネジーやってる、エネジーや、エナジーじゃなかった、エネジーやりましたぞ、俺もやったけど、やるぞっていう、やるぞっていう、ちょっと出してこっかなと思って、うん、いやいや、違うさ、あれは別に、あれを今出す必要ないし、あれと俺を今一体化させようとしてる、だから、いやすんなよ別に、いいだろ、あれはお仕事の一環でやっただけだ。普段帽子かぶってないやつがいきなり帽子かぶったら、おおどうしたってなるさ、まあなるね、帽子かぶって、うん、ああもうちょっとかぶっていこうと思ってって言って、まあこれ継続していったら、はいはい、やっぱこう馴染んでくるのよ、うんうん、でも最初はやっぱ誰もがやっぱりこうびっくりしちゃうから、うん、まあどこで始めようかなって吟味した結果、うん、やっぱ今日だった、ね、今じゃないだろう、週の始まりだし、週の始まりの疲れた時の収録にやるなよ、こんなもん。そうじゃな、そうじゃな、やめれ、本格的に導入すんなよ。新エネルギー導入するのはいいけど、その喋り口調導入すんな。いやもうなんかそれをやっていこうかと思ってて、はい、やっていかないでください。そしたら違和感ないじゃん、俺が普段から。いや違和感はあるよ、こいつそういうふう、そういうこと言うんだみたいになっていけば、ずっときちょいだけよ。タイミングで違和感はあるよ。そうかもしれんな。使い勝手はいいのよね。まあ確かにな、うん、そうだな、なんか逃げ切りたい時とかね、その場を。そうだな、でもこれ頼りになっちゃったらもう芸人としておしまいね、うん、義母さんの日と一緒になっちゃう。それ頼りになったら先輩のね、義母クスさんのね、うん、義母さん大丈夫、生きてる今。義母さんでも、まあ最近お子さんもね、そう元気ですよ。だから僕、ね、1日目のそれこそ公演の、なんか取材が来てくれてたじゃないですか、はい、新聞社かな、はいはい、新聞に載ってたみたいで、はい、全員のこう最後のコントのこう集合写真みたいなものが、はい、まあ、今回ね、 FEC 所属芸人が11名、うん、はい、あ、まあ、10名プラス1人俳優ですね、うん、俳優部門のことを一緒にやったんですけど、はい、でそれで集合写真で僕、義母さんのその
持ちギャグ、持ちギャグなのかな、ヒーを一応やったんですよ、はい、で僕結構やってるじゃないですか、この何かテレビに出る時とかヒーポーズね、ヒーポーズ人差し指両方立てて、うん、左頬につけて、これ左頬で当たってるの、左頬で当たってるんだと、はい、ヒーってやるイレブンになるやつね、うん、はい、ポーズがあるんですけど、はい、それを結構普段かも多分 6年7年ぐらい、うん、結構ちょこちょこ何かしらで絶対やってるんですよ、テレビとかで。今回ようやく義母さんから2日目の朝にその新聞の写真が送られてきて、おこれはもしかしてヒーって来てヒーって返したら、うれヒー舞台も頑張ってねって来てたんで元気だと思いますよ。優しい、優しい先輩、優しいこれってもしかしてヒーって思われてない？朝一で義母さん多分今ほらタクシー運転手の副業もされてるんで、そうですね、そのタクシー乗る前かな、うん、か休憩時間かに、なるほど、うん、おそらく見かけて送ってくれたんでしょうけど、いやいいですね。でもいいポーズ生み出したけどな、うん、本人がなんかあんまり使ってるのをちょっと見たことないので、だ僕の中ではもう今もうヒーを奪い取ろうという運動に出てます。ついにヒー略奪運動、ヒー略奪運動めっちゃいいじゃん。で、ヒーをしっかりも義母さんから奪って特許も申請して、いやラジオ聞いてる人ヒーってあれですよ皆さん、簡単詞ですからね、うん、うわーみたいな、びっくりみたいな、うん、ヒー恐ろしいのヒーですね、うん、これを奪っていこうかな。そうですね、まあ、さっき言ったけどこれも使いどころ多数ですからね、うん、そうですね、うん、いやなんかこれはもうやってった方だって、これだけでなんかTikTok とか回してもいいけどな。確かに10秒以内とかで、うん、なんかそのピタゴラスイッチ的に、はいはいはい、なんか買ったコーヒーすぐこぼしました、イーッとかでなんかもう本当にこれだけ、なんかそれをなんか連続で見せるとかじゃなくて、ね、確かに1日1個それだけみたいな、うん、なんかいいよな、うん、だからそのカット割りはいっぱいしないといけないと思うけどコンビニで買いました、カポシュって開けるシーンを取って、はいはいはい、飲もうと思ったらこぼして、あのこの白シャツにコーヒーが染みついて、ヒ、うん、ーっていう絵だけでいいさ。しかも音が自分で声発声するのはヒーだけでいい。そうね、でヒーの義母さんのアップ寄りで、うん、バズりそうだけどな。なんかあの一回義母さんに提案したことがあって、ヒーの使い方で、そのまああの鳩時計みたいなのあるじゃない、12時になったらピッポーピッポーって、はいはい、あれみたいな感じで、はい、12時のお知らせを毎日義母さんが あのヒー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 12時ですっていうやつを、はい、あのやったらどうですかって言って、実に義母さんがなんかやってくれてたんだけど、はい、ちょっと形違ってたけど、はいはい、まあ、1日に何回かそれをあげてくれてて、義母さんが、はい、そしたらなんか周りの芸人から義母大丈夫かまあだから義母さん義母さん発信のアイデアじゃないから、あの義母さんがそんなことをやるはずがないってなって義母さんおかしくなっている、周りの先輩たちとか芸人が大丈夫なのか、うん、あいつはっていうことになってたかもしれないし ね。おもろいと思ったんだけどな。今やったら流行るんじゃない？ちょうどコロナ明けとかコロナ禍ぐらいになんかやってたよね。そうだね、うん、なんかその屋外に出てね、公園とかでいろんなスポットで、うん、撮影協力行ったもん、ね、あ、嘘、うん、被害者ですか、その、まあ、被害者ですか、被害者ですねこうむりましたね、こうむりたってだあれだけど、でもなんかいろんなところに確かにあの時あんまり頻繁に SNS アップしてる芸人みたいな、まあ県外にはいたけど沖縄芸人だといなかったもんね、うん、まあなんか今なんかみんなこう、うん、火がついてはいはいはいいろいろやってるじゃないですか、中地くんとかね、うん、いっぱい結構やなんかやってすごいもんだって、あのいろんなとこから声聞くよ、その周りから聞くから、その芸人界隈じゃないとこから聞くから、あー、なるほどね、あーなんかちゃんとこう周知されてるんだなーっていう、ね、だって今フォロワー8000人ぐらいいるもんね、うん、すごい、今何人だろう、インフルエンサーやし、いやもうそうよ、しかも伸び続けてますから、あーすごい、ね、中地の場合は、うん、7811でしたね、で今僕がフォロー外すんで10になりますえちょっと俺も外そっかな、外すなよでも中地優しいのが、うん、その絶対森光さんもやった方がいいですってずっと言われてて、うん、
俺いいかなってちょっとそこまで続かないしバズるイメージが湧かないから、うん、俺はいいかなって言ってて、いやもう絶対大丈夫なんでとりあえずやってみてくださいって言われて、でたまたま飯食ったタイミングでもまた言われたから、うん、ちょっと俺じゃあやってみるわって言って、うん、6月からやろうかなって言って、はい、その5月中旬ぐらい食べて、で6月からやろうかなって言って、あいいと思いますって、で帰ってる時に9月からって言ったら結局俺やらなそうだなと思って、一応その日から上げて今ちょうど1ヶ月ぐらい経ったんですよ、はい、中地がさ優しいのがあいつ投げっぱなしでやってみてくださいよだけじゃなくて、ちょこちょこあのインスタの DM とかで結構いい調子で上がってきてます、これ絶対上げ続けたら伸びるんで頑張りましょうみたいな、なんかコンサルの会社の人みたいな感じで、ちょこちょここれ伸びてます、アフターサポートまで、この動画伸びたんで、この動画ちょっと参考にしてもいいかもしれないですみたいな、はいはい、俺の動画の中からこう、はいはい、伸び率がいいパッケージをってことね、熱い文章、なんかもう本当に何もう何行も重ねた熱い文章を送ってきて、俺が OK の開かなくて文字で返してた、まあ、そういう人だけ人って分かってるからね、中地もこう汲み取ってるだろうけど、そして中地が、あの、めんどくさいやつだと、みたいに演出すんな。俺の熱いメッセージ、めんどくさいやつみたいな扱いすんなよって。それそうよ。かわいそうすぎるよ。後輩は一緒に、なんかちょっと寂しさもあるでしょうしね。そうね。まあ、同世代とか、その、ね、うんうん、まあ、いろんな年齢層いますけど、うん、うちの芸人。で、一緒に、一人でやっぱり SNS ね。中地 もうほぼ毎日更新してるじゃないですか。うん、編集とかも大変だろうし、やっていく仲間みたいなやっぱり欲しいんじゃない？確かに、うん、だからなんかその中地が100日とりあえずやろうで、100日ぐらい、まあ2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらいかなぐらいから伸び始めたんだった中地、だからとりあえず100日は、うん、あのやりましょうっていうことになって、一応100日は今目指してます。確かに、まあ、まあ習慣はでもそんぐらいだな、うん、3ヶ月が現あれこう目安っていうもんね。あ、そうなんだ、うんうん、やり続けてったら別になんかそれがもう何難儀じゃなくなるという、あそれがもう習慣化されるから、うん、確かに結果出るのはそんぐらいかもね。難儀では、まあ、習慣化されるだろうね、うんうんうん、だそれが嫌でもその時に行く、なんか人間ってそうなんだってね、あなんかもうこれをやると、これは絶対やる、でこれやったらこれできるっていうことを、うんうん、そのなんか付箋紙とかに書いて貼っとくとやるんだって、はいはいはい、あこれ これ後でやろうってやったらやらないんだって。うん、そうね。書き出してなんかその置いておくと、うん、なんかこの連鎖的にやることは人間やるって言ってましたね。はいはい。だから、うん、上がって、おもりやっとけばという。インフルエンサーありましょう。インフルエンサーにも、うん、足片足突っ込んでますよ。インフルエンサーの入門のこう扉を今、うん、叩いてるところなんで。絶対やってった方がいいですよ。うん、いや、中地そうだな。うん、でその後も何回か一応くれてるんですけど、メッセージを、うん、俺全部 OK とかありがとう頑張るとかしか送ってないな。まあだから結果ついてきたら中地もほらねってなるんでしょうね、うん、いやいや違う、あのさ、うん、俺も嬉しいのよ、とっても嬉しいし、うん、なんかあったら中地相談するわけよ、うん、これ今こんな動画上げてるけどこれどう思うとか、うん、あまあでもいいんじゃないですかねとか、そうこうこうあだこうだ話したりするんだけど、うん、嬉しいんだけど、こう中地からメッセージ来て、うんうん、なんて返していいか分からんくない、俺も頑張るぜ、なんとかなんとかで、なんとかなんとか目指してみたいな、なんか、まあまあ、言うわけでもないし、そんな全文は怒らなくていいんじゃない、うん、なんかその、うわ、ありがとう、めっちゃ嬉しい、励みになる、一緒に頑張ろうなぐらいでいいぞ、あー、はずいなー、いやいや、これは別に恥ずくない、いや、いや俺はちょっとそこ、はい、こっぱずかしいわけ、なるほど、ね、その中地にありがとうっていうのを、うん、あのだからたまに、うん、あのたまにありがとうってこのちゃんと直接言い忘れてる。中地はだから森光がそういう人って分かっててやってるだろうしな、ね、うん、そういうレスポンスもありきで多分踏んでるかバカかどっちかどっちもあり得る、ね、彼の場合は金備えてるかも、ね、頭切れるしバカだしね、うん、彼の場合はいいじゃん、いや面白いですよね、いい後輩だから、なんかこう潜在的にスペックが高いあの世代多いですよね、リョートとかもね、ああ確かに、カイリーもなんかほら持ち前のアホがあるしね、うん、確かに大盤振る舞いですからね、持ち前のアホ、あいつすごいよな、うん、だってあ俺これ話したっけ、デコボコの単独ライブの、はい、あの打ち上げ
あったね。があった時に。キンキンのやつでしょ。そう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 。三月。三月。四月か。違うよ。五月頭じゃない。五月頭だったっけ。五月一品やった。ああ、じゃあもうキンキンだ。あった時に、そのまあ打ち上げで、打ち上げ費用をね、うん、まあ、ちょっとこう帰りが少し予算から出しますって、なんか一人は2000円で大丈夫ですって、ごめんありがとうって言って、まあおのおの、まあ、タイガとかなんかこう、いや俺は3000円出すわみたいなのもありつつ、こう集めて、で中地がトイレ行きながら、あ俺精算しとくよって言って、あの伝票とその帰りが集めたお金と、ちょっと多分帰りが予算から少し出したんかな、それをレジ持ってって、で俺もその時トイレ入ってて、で中地がなんかちょっと会計してる声聞こえたわけで、トイレ出てったら中地が会計ちょうど終わってて、で先出ときますかみたいなって、なんかちょっと、あじゃあちょっとタバコ吸いながら出とくか、ちょっと灰皿あるからタバコ吸ってたら、ちょっとこれ別にいいんすけどつって、誰にも言わなくてもいいんすけど、ちょっと誰かには言いたいんで言っていいですかつって、あ何つって、会計足りなかったんすよねつって、会計持ってったら会計6000円足りなくて、で俺もちょっと3000円さっき出したから俺だけ1時間9000円払ってるんですよ。でもまあすごいいいライブだったし、まあ、ギャラもお手伝い料のギャラもらったから、まあ、一応いいかなとは思ってるんですけどって言ってから、で俺死に笑ってごめんって言って、で俺もその時めっちゃ金なくて、うん、財布にお金入ってなかったわけよ。だからごめん、なんかあった時その次おごるわ、飯とかちょこちょこ行くからその時おごるねって言って、ごめんねって言って、中地だけあいつ同級生のライブの打ち上げで9000円一人払って、かわいそうすぎるんで、であいつ最近もね、お子さんも生まれてるから、その二次会も行きたいなって言ってたけど、ちょっとまあお家でもう、まあね、育児があるからさすがにちょっと今日は帰りますって言って、お疲れ様ですって中地一人だけ帰ってってタクシー乗って、かわいそうすぎるってマジで。あで一応その話をちょこちょここの中地の、あの男気は知ってる俺が伝えていかんと、第三者が伝えていかんとなと思って、ちょこちょこタイミング見ていろんな人にね、いろんな人に言ってるけど、唯一帰りにだけまだ行ってない。ああそう、俺とマツケンさんは後から渡したよ。ああ渡した渡した、だってもうあからさまに足りないもん、概算で足りないもん。ああざっと計算しても絶対5000円は足りんと。この1人2000円が飲み食い、はい、だってまああそこの居酒屋が1人飲み放題が、うん、まあ2000円、はいはいはい、でそこでもちろんアラカルトでこう単品で料理頼むじゃん、でまあその一応額も見ながら頼んでるから、飲んで酔っ払ってるとはいえ、ざっと計算しても1人2000円じゃ絶対足りない、まあ、絶対足りないと思う。人数があの時8名ぐらいいたでしょ。まあね。絶対足りない。一人全じゃ絶対足りないから、だから俺最初こう出すよって言ったけど、彼が、大丈夫です。売り上げからどうのこうのって言ったから、じゃあ分かったの。今回は、ね、はいはいはい、出したいってのもあったし、その打ち上げ代とは別個でね、スタッフ料みたいなのもらったんだけど、はいはいはい、あじゃあ分かった、もうお前が言うんだったんですよ。で出てきてなんか終わって、でなんか中地も帰った後ぐらいに、一応マツケンさんと話して、一応絶対足りないっすよね、うん、あそう、俺がマツケンさんにその時すぐ行った。あなるほど、マツケンさんに最初に、ね、うん、当日に、あだからそれで聞いたのかな、で聞いて、あーって言って、俺いや渡すししか、なんかそんぐらい食べたから俺は別にいいよって思う。まあでも中地はね、中地はそういうとこあるもんね。そうなんですよね、うんうん、まあでも誰かに言う、あそう、まあまあ気持ちは分かんなくもないな。俺これやるときはもう誰にも言わんわけ、うん、ああその中地、あいや僕が誰かのなんかちょっと多めに払ったりとか、うん、はいはいはい、まあもうここは別に補填してもいいなってときは、もうこれはもう誰にも言わないことにしてる、うん、なんかその変に気使われるのが嫌だから。ああなるほどね、もう俺だけで落とし込んで、うん、まあでも彼かわいいよな、うん、中地はでもちゃんとそれがね、ちょうど人に見えるか見えないところってちゃんとやりきれるから偉いよな。まあまあね、うん、
絶対俺はなんか可愛いよね。なんかおもろすぎて、そのなんか二人でタバコ吸ってる時に、なんか全然いいんすけどって言いながら、ちょっとやっぱ財布は厳しいんだろうなっていうね。その中地のあの感じでもお祝いしたいから、はいはい、OK みたいな。あ、そうそうそう。いやー、ちょっと中地になんかじゃあごちそう、うん、っていうかまあね、お子さん出産祝いとかもちょっと渡しきれてないから。確か俺なんか渡した気するけどな。あ、結婚祝い渡したんか。出産祝い渡してないかも。まあ俺らはね、ライブの売り上げで中地はちょっとね、うん、なんか多めに出したっけ、渡したっけ分かんない、覚えてない覚えてないけど、多めに渡そうかみたいな感じで言ってたような気がするけど、うん、まあちょっとだからそれとは別でまた僕から渡してもいいかな。だって、うん、もう多分、うん、出費相当だと思うわけ。そのおむつとかさ、まあね、おむつとか、 なんか消耗品とか絶対多いと思うんで、うん、しかも最初のうちはね。確かに、うん、だからそこはって考えたら、やっぱりそのいろいろ今 SNS とかやりつつ、うん、育児もして、うん、まあね、定期的に彼ラジオとか芸人活動もあるからそれもやって、うん、FEC のこの大きいライブの運営陣にも入ってて、ね、でバイトもしてて、まあまあちゃんとやってる方だよな。ちゃんとやってる。だやばい、これちょっとでも、ま、中地のあれだな、その好感度上げすぎちゃってるかも。もともとのやっぱ中地のキャラクターってそうじゃないじゃん、はい、そうじゃないし、そうじゃない部分もいっぱいあるし。確かに、あいつもともとやっぱりゲスでマイナス面が多いから、うん、やっぱりこのちょっとプラスのことしたらプラスの幅大きめるもんね。そうそう、あのヤンキーがその成人式の時にゴミ掃除してめっちゃ讃えられるのと一緒よ。あ、はい、だってそう考えたら中地昨日さ、お笑い米軍基地の、はい、その、まあ、スタッフでね、スタッフで入っててくれてて、うん、俺なんかがもうくったくたよ、2日間やって、うん、俺くったくたの中、はい、中地がその片付けしてる時に、ちょワンチャンお願いがあるんですけどって、うん、森光さんちちょっと借りてオナニーしても大丈夫ですかいや嫌だよって。いやなんで、いやもうほら奥さんも大変してるし、育児で家もね子供がいるから、うん、なかなか一人でそういう行為ができないと、はいはい、だから森光さん家借りていいですかいや、お前もっとあるだろ他になんで俺こんな疲れた中お前迎え入れてもう何させないといけないかっていやトイレでいいんで嫌だ嫌だって言って断りましたけど、もともとそういうやつですからね。そう、まあまあ、やるかどうかは別としてその発想が頭に発想に至るっていう、ね、その発想があるっていうひどいな、ひどい先輩たちだよ、うん、本当に。まあ、あの思いやりがあるね。そうね、素敵ないいやつですよ。中地君は今回のそうおわら米軍基地で、うん、映像出しをしておりますので、はい、はい、そんなスタッフさん皆さんの活動もね、うん、まあ、見に来てもらえたらと思いますが、本当内容まではやっぱりちょっとまだ全公演終わってないので、はい、お話できないので。そうですね、はい、まあこの放送日翌日、うん、土曜日ですね、うん、24違うか22かな22か、はい、22日の土曜日は沖縄市公演があります、はい、あります、はい、沖縄市、旧コリンザですね、沖縄市民小劇場、はい、アシビナーの方にてあります。で、なんかそのファミリーマート E プラスの方でチケットを販売していたんですが、はい、その E プラス分のチケットが、もう完売。完売。で、昼公演、夜公演あるんですけれども、はい、両日、その2つともに完売ということで、うん、ただ、その、アシビナーさん、沖縄市小劇場、はい、アシビナーさんの方にチケットがあるのかな、あと FEC の方で行く分持ってるということですので、ね、はい、もしその日チケット買いたいという方がいましたら、まあ、FEC オフィスまでお問い合わせいただくか、お願いします、はい、沖縄市民小劇場アシビナーさんの方までお問い合わせよろしくお願いします。ちなみに昼公演が新作公演、うん、まあ、今年初おろしのネタですね、うん、の公演となっておりまして、はい、13時半開場14時開演となってます。そして夜公演が傑作選お笑い米軍基地、今年で20年か、はい、20年目ですね、20年目ということで、はい、もう当初からの当初に作ったネタから、はい、まあここ最近のネタまで、はい、
傑作選ということで、今までやってきたネタを皆さんにざっと見てもらうっていう10本ぐらいかな、はい、にまとまっておりますので、こちらもお楽しみください。こちらが18時開場、18時半開演となっております。はい。お願いします。どちらでも好きな方はい。はい、お問い合わせしてくれ。お願いします。FEC の電話番号だけ言えます。FEC オフィスの電話番号だけは。うん、言えない言えない。098-869-9505。FEC オフィスまで、はい。はい。沖縄市民小劇場、皆さんはちょっと皆さんインターネットで調べて。お願いいたします。はい、電話してみてください。お願いします。あっちがね、僕はね、あのまあまあ別に優劣つけるわけじゃないですけど、はい、一番好みの会場ですね、僕的に。ああ、アシビナーさんが。アシビナーさんが結構好みですね。うん、あのちょっとこう、あの扇状にね、はいはいはい、ちょっと横にも広い感じの、客席で、うん、こうああの、いろんな角度から見えるようなね、はい。お客さんとの距離とももうそんなに遠くない感じがするんですよね。確かに一番後ろの方でも、うんうんうん、だから結構こう臨場感あるね、いっぱいで見れる会場かなとなっておりますので、はい、座席も結構座りやすいしね、うんうんうん、ゆとりがあるので、うん、はい、であと名護公園、そうなんですよ、はい、こっちが名護市民会館大ホール、はい、6月29日の土曜日ですね、はい、はい、これは時間が17時15分会場の18時開演、はい、はい、でこれはまあさっき言った新作とあの傑作選、うん、の各こうにあの那覇と沖縄市はこう2部構成でやってたんですけれども、はい、名護はこれをこうもうごっちゃにして、うん、えりすぐりの新作傑作をですねピックアップした公演になっておりますので、はい、結構ボリューム分厚い分厚いやつになるでしょうね、うん、はい、で客席もなんか1000名以上ですね、うん、入るで、まあ、今そのうちの今ちょっと500枚は売れてるんですけど、一応まだ500席ぐらいはあるということですので、はい、まあなんかそういうね噂とか誰かから聞いて面白かったよとかっていう人がいれば、ぜひ、チケット買って名護にドライブ行きがてら、はい、お昼ご飯おそば食べがてら、がてらお笑い米軍基地見に来てもらえたらと思います。お願いします。まあみんなこの新作のねネタを、まあ、那覇、うん、そして明日の沖縄市、うん、でいろいろこう経験値積んで、うん、みんながこう芸人側がこう結構やり慣れてちょっとゆとりを持って、はい、だいぶ馴染んだ状態のなんか熟成されたのが一番名護で見れますよね、まあ、千秋楽でもありますね。あ、そうですね。かっこいい千秋楽って言葉、千秋楽って言わないと、うん、俺なんかも演劇ばっかりに使わせないで。そうじゃな、うん、出すな、NG 出すな。ここと見た。ここだと思いました。よかったけど、出すタイミング。でもそれこそ本当に、名護公園毎回ね、はい、まあ座席数が多いのと、うん、まあ、ちょっとこう北部っていうので、ギリギリまでこう予約チケットあるっちゃあるんですけど、うんうん、ただね、もう一回見たいっていう人とか、名護の方、あの直前に結構ガーッと買ったりとかするんで、結構いつも満員近くになるよね。いつも満員になります、はい、結果当日券とかも売れて、ね、結果満員になるので、なのでぜひぜひなる早で、はい、お願いします、はい、沖縄の人遅いですからね、うん、なんか行動するの早め早めで、うん、後からでいいやってなっちゃうもんな、どうしても、はい、まあ、俺なんかもうちなんちゅだから気持ちわかるけど、わ、ね、かりますけど、はい、僕ら側としてはこう早めに買ってもらった方が、そうですね、ありがたいので、お願いします、よろしくお願いいたします。はい、っていう感じですかね。なんかありました、最近なんかそれ。お金関係のこじれとか。お金関係のこじれか、うん。いや、お金関係のこじれ話して、うん、ラジオ聞いてる人が楽しめるんだったら話すけど。犯罪を目撃したとか、なんか。あります、そういう。あ、ね、なんだったっけな、うん、なんか。なんかこれ見たなみたいなのあったんだけど、ざっくりしてる、ごめんな、ざっくりしてるけど、え、こんなのあるんだみたいのは。そっか、でもなんか別に自分が悪くなくても、はい、あれこれって話していいんかなみたいな話もあるしな。そうだね、結構ありますね、うん、なんかあったかな。いやでも、うん、結局、うん、前回の、まあ、生放送が14じゃないですか、
14の金曜日で、はい、で15、16お笑い米軍基地しかしてない2日間を行って、うん、17の今昼に撮ってるから一応もうお笑い米軍基地の話しかできないってことまあないっちゃないのかなるほどね正直ね確かになんか趣味の話とかでもしますか趣味ここか あ趣味ね、うん、はい来てるかな一応インスタでああなんか質問ありますかって募ったんですけど、うん、ちょ今のところ誰も来てないですねおい、うん、マジかよそもそも今まだ18人しか見てない俺のストーリーズこの昼だから、ね、え何百名とかいるでしょいやそうそうだ何百はつくけど、うん、今18人しかまだ見てないですね、はい、これなんかあったけどなでも最近ね、うん、そのスイッチゲーム機のスイッチライト持ってるんですけど、はいはい、ムル全部のカセットをやってないから、うん、とりあえず一回売ったんですよ全部、うんうん、今僕の手元にスイッチの本体だけ残ってなんかこれゲーム買いたいなと思ってるんですけど、うん、オンラインで買えば売れないから嫌だな売れないからな、ね、で買いたいのが、はい、その僕が小学校の頃にやってた、うん、ファイナルファンタジーの10と10-2っていう 2種類のカセットがあって、まあ、あの1と2みたいな感じなんですけど、うん、10っていうシリーズの話が入ってる、はい、それをね買いたいんですけど、まあね、なんかスイッチのカセットって値下がりしないさあんまり、うん、だから5、6000円ぐらいするわけまあだからそれで利益が取れるからさだからその結局売る人は売ってそのくらい高値つくからって、まあ、それでまたそこで市場が生まれてる順繰り順繰りしてんのか、うん、みんな同じ感がやっぱり売るっていうところがあるんじゃないですかねそれを買いたいけど、はい、お金もらえるまあ1万までぐらいだと思いますけど大丈夫きんぴらごぼうの予算から出せば、やばいだろいや買いとけばいいですだっていや買いとけばいいんだよだって今手元にその普通のほら自分のバイトだの何だの芸人の仕事で得たのはやっぱり生活費に使いたいさ、はいはいはい、でもライブの運営はなんかほらきんぴらごぼうのその道具、うん、ライブの道具とか、はいはい、まあなんかどっかコンテスト行く時の、うん、ね、うん、この運賃とかになるわけじゃんそうそうそうそこでそっから1万円使って、うん、1万円使ってもう使いっぱなしでもいいんじゃんいやいやダメだろでもカセット1万もしないでしょまあまあしないけどね3,4千円いやでもほらきんぴらのそのなんかイベントやるときにはそれはお金必要だから、はいはい、それ用でそれは残しとかないといけないですから、うん、でだから例えば3,000円で買って、うん、それをライブにすればいいですだからああうんあ、そういうことね。ファイナルファンタジー10と。ファイナルファンタジー10のライブ。10と102を、うん、分からない人にも分かってもらうライブみたいにして、で、これでお客さんを、うん、だってお客さん3名呼べばもっと取れるんだよ。1000円にして。じゃあ箱代とかあるさ。ああ、そうだね。まあまあまあね。一応ね。まあ、まあでも、単純計算。30名ぐらい呼んだら、それはもう。うん、でしょ、うん、まあ、なんか10名とか呼んでも。うんまあ、だから最悪3,000円の売り上げを出せばいいから売り上げとして、ね、売り上げとしてね、うん、はいはいはいそしたら利益としてね、うんうん、ほらカセット手に入れて、うん、ゲームできて、うん、ライブに消化し何笑いながら言ってるの俺もおかしいこと言ってるなの笑いながら言うのよ、ね、消化できるからいいんじゃん、まあ、だからゲームはいいよね、うん、なんかそのストーリーとかじゃ結構やりたいゲームいっぱいなんかあるっちゃある、ゼルダとかもさ、いっぱい出てるじゃん、はい、リンク、ゼルダの伝説とかも、うん、あんなのも小学校の頃やってたからやりたいなって思うけどまあでもそうだな、そういうのって小学校の時にの思い出のやっぱりこうね、ね残りがあるからそれやりたくなるねでも結局やったらやったで、うん、やっぱ小学校の頃やってたあの楽しさにはかなわないんだよ、うん、毎回そうだねそう俺も飽きちゃったってたルタイムドラゴンクエストのモンスターでしょ新しいやつを買ってたその全く新作を買ったんだけど俺ももう
ボスラスボス倒す倒す倒して裏ボス行く前ぐらいでもう止まってる。俺だってそれもう売ったもん。ああ結構まだ2500円とかで売れるよ。うわマジ、うん、なんなら多分メルカリとかで売ったらもうちょい高く売れるんじゃない。なるね、だからそれ買ってそれ売ってからファイナルファンタジー10と102のセット買えばいいんじゃん。25で買えるんだったらいいよ別に。25で俺どうにか交渉する。これと交換してくださいって。あのあでもマジでメルカリで売ったらまあ、レターパックかなんかであれでね、ツイッターとかで譲るドラゴンクエストなんとか求むファイナルファンタジー10 グッズ交換に俺でいけるかもしれんし。ありうな、いいな、それいいな。いやでもこんなのはもうパッて買えるぐらいになりたいな、30だし思い立った時に。あまあまあ買えるっちゃ買えるけどな、別に。買える、まあ、そうか。うん、俺も買える。うん、買えない。毎度はないから、僕はそのゲームに関しては。うん、なんか、その、いっぱいハマってこなかった。だから俺、ゼルダもファイナルファンタジーもやったことないんで、あと、なんだっけ、うん、あの、キングダムハーツとか、はいはいはい、あそこら辺触れてこなかったんで、あと、その、漫画とか、アニメ系も、うん、だそれに関する出費は俺、あんまりなかったな。だから食い物に多いよね、大学。ああ、食い物だね。食べ物、飲み代とかそういうのが、うん。食い物だとカードゲーム。カードゲーム？カードゲーム、僕、ジュエルマスターズ、弟が、たまに今も実家帰るんですけど、で今、高3の弟が結局実家に、はいはいはい、僕と妹と両親いるんですけど、その俺が実家にいた時はその弟とよくカードゲームやってたんで、まあ、その時は小中学生ぐらいで。なんか今もなんか持ってるわけ、カードを。そのいわゆるデッキみたいなやつ、40枚1組デッキを、でも誰かとやってんのって聞いたら、でなんか言うなんかね、なんか濁されるわけ。か誰かとやってるのか、やってないけどだから、ね、でも好きで、はいはいはい、なんか作ってるのか、あなんかやりに行きたいなと思って。いいんじゃん。多分俺が勝つけどね、多分。いやなんだわその急な変な自信。それこそカードゲームやっやってるで言ったら、僕なんかの事務所の俳優部門のそれもゆうたくんが、なんか大会とかでも優勝してるらしい、うん、この間なんかこの間その優勝賞金もらったって言ってたよな。そうなんか結構2桁万円だったあれえげつなかったよな、うん、お前だめっちゃ強いらしいね、ゆうたくんってね。そうそうそう、カードゲーム界隈で、ね、俺らが知らない知らないだけで、でそれでその日たまたま俺がその財布なくして、はい、お財布の中にたまたま自分の現金と お財布お財布の中にその現金とプラスお笑い米軍基地のその道具代の予算をね入れてて、はい、でうわーこれ最悪だなーって思いながら、うん、もうでも自分でなくしたから自分で補填するしかないじゃないですか、はいはい、ベビベビでそれ補填じゃなくて友達で出てこないから急に会話の中でで自分で補填しないといけないなーと思って、うん、で何気なくこうジュータにあが稽古場行ったから、うん、財布って見なかったって、あ、ないっすって言って、結構お金入ってたんですかって、ちょっと米軍基地の予算とかも入ってた、開けようって言ってて、大丈夫っすよ、もし見つからなくても、俺 の, ゲーあのカードゲームの優勝した賞金から出しますんで、いやいや、いい、それはいいよ、さすがに後輩が優勝し、後輩の優勝賞金に手はつけないよ。でもなんかいいやつだなぁと思いました、ね、最悪ね、うん、最悪そうやってもいいよ、俺が出しますんでって言ってゆうたもおもろいよな、おもろい、ゆうたおもろい、ゆうたも面白いんだよな、なんかたまにゆうたあの元氏とかにガチ引きしてるの最近いやガチ引きしていいんだよ、だってシンプルに年後輩だし、ゆうたが先輩だしね、うん、うん、そりゃいいだよ別に。なんかその昨日さ、お笑い米軍基地のコントで、元氏がこう白塗り、動乱って言って顔を真っ白にする、まあ、バカ殿とか白かったじゃないですか、ああいう感じでこうやるキャラクターのコントがあって、でそれ の, そのメイクかな、あの顔にこうマジックペンでこう白塗りのベースにメイクするのがあって、でそれを多分いつもタイガがやってるけど、それ多分タイガが、まあ、コント配役的に、コント配役的にできなくて、ユウタがお願いされてたんだ、でこの元氏がそのメイク前の自分でこう白塗りするときに、なんかこの動乱の入っているやつにこう手突っ込みながら、うずさんのこれ
ドラなんか手が入らないんで、なんかどうこうみたいな、ちょっとみたいな感じで言って、ユタが嫌だよって言って、メイクはするけどお前の白塗りまでやりたくないよすごく真っ当なこと言われてて、私もなんかていうか、まずそもそもその前に確認しとけって話だけど、その確認する時間もあるから、その当日のその本番の時間までの間に自分の道具とかちゃんとできるかチェックしててねの時間があるから、前日までにやってた方がいいけど当日も確認する時間も取ってくれてるからやればいいのにっていうのも多分ゆうたはあるんだと思う。やだよって言って、あんまゆうたそんなこと言わないじゃん。で俺見てながら、でももうその本当にできんかったらやばいなと思って、元氏ずっとあいつがなんか、もしかしたら風邪みんなが一人で焦ってやってるから、俺の個人で買ったその白塗り用のやつがあったから、はい、これ使っていいよって私に言って、でそしたらゆうたがお兄さん優しいっすねって言って、そこまで訂正を締めなくていいですよみたいな言ったので、今年が俺のドーラー開けて、これそのままやっていいやつですかって、だから、いや それは知らんよと、お前が使ってるやつと全く同じの貸してるんだから使い方は分かるだろうと思う、それは自分でなんか考えてやってって俺も言って、なんとか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 でとか、なんかあいつ言い訳大魔人だからあいつ言い訳大魔人だよ、なんとかなんとかって一人で言いながら白塗りしてたけどおもろかったわ。7月の6日に、うん、その米軍基地、お笑い米軍基地のものも終わった後の、はいはい、次の週にそのトークライブがね、うんうん、これについて裏話とか、うんうん、まあ、実は本当舞台裏こうでみたいな話ありますけど、うん、今年のやつやばいはずな。いやでも俺も俺すでに森3つぐらいあるんですけど、なおもろいよな。でも今年のなんか、うん、いやおもろいけど、だからその誰かは必ず被害被ってるとかまあな、うん、俺もコントでね、うん、コントでなんかこう通帳を使うコントがあるんだけど、うんうんうん、でいやあのまずそもそもまあその通帳がそのコントの中のストーリーで、その、うん、元氏の通帳を使うみたいな流れとして、うんうん、まあでもそのリハーサルの時とかはあれだし、まあ、この道具類はうち俺なんかがね、きんぴらごぼうがなんかまあ主に準備するみたいな感じだったじゃん、まあまあ、だから、まあ、僕のも使わなくなった通帳を持ってきてたんですよ、うんうん、でそしたらなんかその元氏がその、うん、あのまあその前ぐらいの、 あのリハの時に、うん、やっぱあそこはなんかそのダミーで他の人に使うんじゃなくて、なんか本当に元氏の俺の通帳使った方がちょっとこのリアル感出るから持ってきますねって、うん、使った方がいいんじゃないですか俺のやつって、うん、ああ絶対持ってきてねーっつって、うん、で本番昨日あの初日になって、うん、タイガさん通帳持ってきましたって言われて、うん、もうちょ持ってるよ持ってるけど、いや持ってないよって言って、うん、お前持ってくるって言ってたやしっつったら、なんかいつもやるなんかみたいな顔なんかがやって見られて、いやそんな顔されても俺もお前が持ってくるって言ったから持ってきてないよって言って、持ってきてないですかとかって言って、なんか俺が悪いみたいな、俺が悪いみたいになってあいつ得意だよな、いやいやお前が悪いんだよって、なんでそのそうじゃないパターンを想像してなかったのって言って、まあまあさっきのだからユータの白塗り案件と一緒よ、なんかもっとこう確認できる時間いっぱいあったのにまるでなんか自分が俺はちゃんとやってたのに感出すから、俺もその時なんかちょっとむすっと腹立って、持ってるけど持ってないよって言ってからで、ちょっとまた時間空いていくつか、うん、このコント稽古終わってからまた来てから、本当に持ってないですかって、あいつは俺が持ってそうなこと知ってるわけ、結局なんか俺はだから俺はっていうか他芸人はもちろんまあまあね、念のために、ね、念のための準備をするじゃん、うん、だそれに甘えすぎてて、あいつが確かにだからユータはそれに、だからモリスが差し止めた時に優しいっすねってなったんだと思う、うん、だからいやもう、俺は元氏がどうなろうと別にいいんだけど、うん、そう、まあ、舞台が変なになるのが嫌だから、うん、そうそう、もう本番ギリギリだからやったけど、これもしね、元氏が聞いてるかどうか知らんけどそうお前のためじゃなくて、一緒俺なんかまーちゃんさんが作ると一緒に作ってる、このみんなと作ってる舞台がそう、お前の
これが気づけたら、これに気づけたら、まあな、彼としてもまた一歩成長できるんだろうな。本人は頑張ってるつもりなのかもしれないけど、うん、まあ本当に厳しいようだけど、やっぱり結果しか、うん、なかなかね、見ないですから、人って、うん、世間はそんな甘くないですからね、はい、まあ、お金もらってますからね、僕たちは。いや、そうです、お客さんからお金もらってるから、ちゃんと結果で返す必要はあるんで、うん、そうだよ。そこはちゃんとね、やりましょうっていう話です。俺なんかもマジでもう、いや、もういい、もういい、もうどうすんのか、ガチ怒りになっちゃうから問題起こせるよな、一応な。俺なんかと元氏とが同じ給料なのおかしい、同じ舞台やって。いやいや、そうよ、デモしていいぐらいね、うん、まあでも彼はね、彼でこう、映像だったりもやってるところはありますけどね、もちろんね、はい、彼なりに頑張ってるところはいっぱいありますけどね。あまり攻めすぎたらなんか変に怒られるからね、うん、そう、パワハラになっちゃうかもしれないから、俺なんかが。いや、だって、あいつは適当にやって、俺なんかが怒ったら、あーなんてな、うん、でもその、元氏のおもろいのが、うん、元氏って基本的にその、うん、あのちゃんと挨拶をしたことがない男なんですよ。そうだね。で、あの、まあ、僕なんか、まあ年近いって言っても正直よ、まあ、3つ上とかだから、うん、まあこの年代ぐらいだとまあ近い方だから、まあいいっちゃいいですけど、そう、なんか全然10年20年先輩とかにも今年挨拶するときに、うずうーすーみたいな感じで、なんか、うふぅーって入ってくるさ、落とすって。で、首だけコクってやりながら、うそーか、あの、首もコクしないで真顔で、うそーか。なんならもっとちょっとあれよ、テンション低めよ。うっす、うっす、うっす、とか。なんか、こんな感じじゃん、落とす。どんな先輩にも、外部の人にも挨拶これじゃん。だから、俺、元氏に挨拶するときだけ、俺も、ええって言ってる。他の人には、後輩でも、お疲れーとか、お疲れっすーとか、ラフに言うときあるけど、元氏のときだけ、ええって言ってる。ええ。マジで意味わかんない。マジで意味わかんないよな。で、元氏がこれでやられることによって、気づくかなーっても思いながら、もう、ええってやってるけど、でも、もう一個で気づいてないから、多分、聞いてないはず、あいつ。それの挨拶。部活動とかもやってきてるけどね。やってきてるし。でもなんかその感じはあんまりしなくない、確かに。がっつり何か部活やってたっていう感じは、うん、あ、でも本当にまあ勘違いしてほしくないのは、一応優しい子ではあるっていう優しい子ではあるっていうのだけは、いや、ほら、これで今年も本当けしからんなって思われてもいいんだけど、別にいいんだけど、一応優しい子だよっていうことだけ。優しいけどけしからんのはけしからんからな。まあ、優しい、まあ、まあ優しいというか、優しいも一応人並みの優しさで、別に突出した優しさではないです。突出して元氏優しいなっていうのはないですけど、人並み通常の優しさはあります。まあ良い点を挙げるのであれば、そうそうそう。ああ、おもろかったわ。確かになんか自分のあれよりか他人のなんか他人のことにすごく興味ますよね、彼ね。ああ、まあね、気になるだろうね。他からどう見られてるかとか結構。でも、どう見られてるかはあんまり気にならない。どう見られてるかは気にならないよね。だからその、ね、何かミスした人とかに対してはずっと嬉しそうに、なんてかなんてかねってずっと人のことを言ってるじゃん、元氏って。もうそれって優しいんだ。バケモンみたいになんか尖れる時あるけど、いやでも本当にそれは優しいの。お笑い弁運吉当日もあんだけいろいろみんなからいじられて、もうこれ違うだろうみたいな感じのことを言われてるのに、なんか他のね、あの多分トークライブで話すだろうけど、はい、ちょっと面白い感じのことがあったじゃないですか、はいはい、そのことに関してはずっとなんか、なんとかなんとかでって、もうあいつから発生してずっとその話題言って、みんな、もうそのだぐらいにもなってないけど、熱量エグいよな。熱量エグい。どうなってんの。終わりで、そのまーちゃんさんが、はい、まあ、2日間終えて、はい、でその後、取材の仕事、取材をちょっとね、あの事務所戻ってきて、ね、はい、戻ってきて受けるっていうことで、はい、まあ、すごいハードスケジュールじゃないですか、うん、で、マネージャーと
まあ、坊主めのケンさんと元氏が一緒にこう車で帰ってきたのかな、その、会場から事務所まで片付けのために帰ってくる車内で、その話題が出たんだって、松さんこの後も取材あるみたいよみたいな、で普通にはまたサードスケジュールですねみたいな感じでマネージャーと坊主めのケンさんはこう話してるのか、元氏だけ死になんか一人だけずっとなんかゲタゲタゲタって大爆笑してたみたいで、ずっとなんか二人は全く笑ってないで、元氏だけゲタゲタゲタって、このマーチャンさんがハードスケジュールなことを言ってるやばすぎるだろハードスケジュールすぎるだろうっていう笑いですみたいな感じで俺に説明されたんだけど、それを聞いてね、その元氏だけ笑ってたっていう、どういうこと、何の笑いって聞いて、いやハードスケジュールすぎるからおもろいなと思ってみたいな、誰か人が多忙にしてるのが面白い、人が多忙にして忙しいのが面白いってことでどういうことなのと俺ちょっと思って、しかも先輩が面白くないから、お前が出させてもらってる舞台の先輩いやだからあいつは舞台終わってこう達成感でテンション上がって、 なんかこう感受性がいろいろ高くなって面白いなって思ったのかもしれないけど、面白いはもちろん人それぞれでいいんだけど、なんかゲタゲタゲタって一人だけずっと帰ってくる車内ずっと笑ってたらしくて、その話題で怖っ俺も怖っと思って、でなんか始まる前とかまではずっとなんかムスッとしてたさ、余裕がないのかって、終わった時の片付けだけあよーあよーってめっちゃ声出してなんか楽しそうにしてたからもうなんかもうだから自由なんでしょうね、こうあのピュアなんでしょうね、ピュアの塊元さん、あまり周りを気にしないで自分が不機嫌な時は不機嫌、周りがどうなるか不機嫌あ自分が楽しい時はやっぱり周りがどうなんだろうが楽しいっていうピュアなんですね。でもこうやって我々にこう話題を提供してくれるっていう、こんなに楽しく話せますからね、逸材だからな、逸材だって元氏の話して楽しくないことってないもんな、うん、ちょっとたまに本当にイラついてるときはただイライラしてしまうけどもう最近はもうでもないかな、元氏に本当にイラつくのは、なんか面白いな、面白いなというかこうそういうやつだなっていう、自分最優先だからな、そうだからこれを元氏に、うん、その逐一こうこんなだよって言ってあげた方がいいのか、でも言ってあげたら言ってあげたって言い方もおかしいかもしれないけど、うん、言った方がいいのか、うん、俺の思うことを、はい、でも言ったら言ったで元氏ムスッとするし、でしかも治ったら治ったでもう話題にならなくなっちゃうっていう、あまあでも何かは浮き彫りになってくる、うちでの小槌とあいつなんかもう一個こと片付いたらまた出てくる、確かに、うん、そうだよな、だって全部その日の話題だけで話せるもんだ、そうだってだからもう那覇公演だけでトークライブできるって、元氏の那覇元氏のエピソードだけでまあそれぐらいの蜜と濃い那覇初日2日、いやーこれトークライブ楽しみです、だからトークライブのチケットも、うん販売中なんで、うん、これが1000円だったよ、1000円だった、うんめっちゃ安い、しかもあれだからね、天部数ちゃんとしたホールでやりますから、はいはい、こちらもぜひ、あちら250名ぐらいですかね、うん、入れますので、そうトークライブってやったことないからね、まあ、初めてですね、基地で去年なんかやろうとしたけどちょっとね、うん、こう場所とタイミングそうそうそう、がなくてということで、まあ、今年に、まあ、今年やばいね、どこまで話せるかわからないですけど、スタッフからの裏話とかもあるかもしれないし ね、もしかしたらそのまま元氏関係なくいろいろあると思いますから、やるに至っての話もあると思いますので、うんはい、ぜひそこら辺も来てもらいたいと思います、お願いします。以上今週は収録放送でお送りしました、はい、キンピラゴボのキンキンピラピラ王様ラジオ、また来週も聞いてください、来週も聞いてくれなきゃキンキンピラピラ星に変わってお仕置きよアデュー、ありがとうございました、ありがとうございました、元氏もありがとう、聞いてないだろ、話題提供してくれて、あ、なるほどね、この時間は眠ってるって、金曜日のこの時間